今回は寝たままでお腹がへこむスリープバグを紹介していきます。たったの30秒です。できるだけ簡単にお腹をへこませたい、辛いエクササイズは嫌だ、そういった方におすすめなメニューです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、寝たまま簡単に行えるエクササイズを紹介していきます。お腹が出てしまう原因としては皮下脂肪、内臓脂肪、反り腰、腹横筋の低下、この4つが関係しています。今回は残りの2つ、反り腰と腹横筋を使うスリップデッドバグを紹介していきます。たったの30秒なので、今回は効果的に行うためにプラスアルファ2種目のエクササイズを加えていきます。難しくなく寝たままできますので、動画を見ながら一緒にやってください。お腹をへこませる最大のポイントとしては、お尻を締めた姿勢が作れるかってところにあります。お尻の力が緩んでしまうと、どうしてもお腹が出てしまう、腰が反れてしまう、お尻が出た姿勢になってしまいます。今回は股関節をしっかり開くエクササイズを含めてスリープデッドバグを最後に行います。それでは紹介します。まず横になって寝ます。スマートフォン顔の前に置いてもらって、楽な姿勢で寝てください。足を伸ばします。この足を上の足持ち上げます。上の手はどこでもいいです。腰でも床でもいいです。このままつま先をしっかり開いて閉じる、こういう感じで股関節からお尻を締めながら足をひねるっていう動きを30秒間各足やっていきます。あまりお尻を締めるイメージをしなくても、つま先を上に向けるイメージするだけでお尻締まりますんで、30秒間足を動かしてください。それではいきます。スタート。体をね、しっかり真横にして、股関節からつま先を上向ける感じです。こういう感じで、これ結構ね、お尻結構疲れるんです。頑張ってください。これあんまりね、使わない筋肉使ったり、股関節がね、内側で O 脚 X 脚の方はね、結構これ辛いと思います。OK! 反対向きいきましょう。それではいきます。スタート。地味にきつい。足はね、できるだけ高い方がいいです。しっかりね、集中して、つま先を上向ける。むずい。やっぱりね、体ってね、左右歪みがあったりするんで、辛い方があると思います。こっちむずい。股関節から開かない。よし、 OK。 はい、今度は上向きで足伸ばします。腰痛い方はね、ちょっと膝曲がってもいいです。ここからお腹をへこませて、こういう感じでね、ももを引き寄せる感じで腰を丸める、骨盤を立てるっていう動きを癖づけます。この30秒間いきましょう。スタート。つま先しっかりね、上向けるとしっかりストレッチもできますんで、お腹をへこませて、おへそを自分の顔に向けるイメージです。しっかりこれでね、腰のストレッチと腹筋使う感覚身についてきます。腰がちょっと痛い。よし、 OK。はい、最後はスリープデッドバグです。寝たままで足を楽に持ち上げます。上体少し起こします。このままキープ。スマホ持たなくていい方は万歳です。これ30秒間やっていきましょう。ちょっと辛いですが、息はできるだけ長くふーっと吐き続けてキープしてください。手足の力を抜く感じでキープです。それではいきましょう。スタート。息をふーっと長く吐きます。頑張って。足の力はできるだけ抜いてください。つま先少し開いた方がね、足の力が抜けるんで。あと少しです。頭つらい方もっといいです。頑張って。 OK。 かーい、てさあ、2セット目頑張っていきましょう。それでは、いきます。スタート。頑張って、息長くふーっと吐きながらね、お腹をどんどんへこませてください。あー、
シェット目はつらい、お腹がもう疲れてる、頑張ってる、カーッと少し頑張って、キャーきつい、うおー、あーきつい、キャーだー、うおーかー、3セット目やりたくないですが頑張りましょうか、力を合わせていきましょう、それではいきます、スタート、うおーきつい、きつい、きつい、こうやって手振ったらもっと辛い、うおー辛いぞ、あまだ時間がある、喋る余裕がない、だースリップデッドバグ、お疲れ様でした。熱くなった汗か、冷や汗かわからない汗が出ました。今回は3種目、セットで行うのが効果的です。やはりいきなり腹筋やってしまうと、まずお腹に力入れる意識、腰を丸める意識っていうのを忘れてしまってると、あんまりお腹力入んなかったりするんで、まずね、初めの2種目、やった上でスリップデッドバグというのを動画を見ながら何度もやってみてください。今回最後まで頑張ったよ !1 セットしかできなかったよとかね、よかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、よかったらフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。